西武平2億5000万で公開、絶対中継ぎより貢献できた。西武の平開馬投手が1日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約公開交渉に臨み、8000万円増の2億5000万円でサインした。柵オフ球団に直訴して先発に転向した右腕は、チーム最多の11勝をマーク。しっかりやりたい仕事ができ、価値を高められた、と笑顔を輝かせ、来季のエース襲名と開幕投手を狙った。来季高卒7年目での2億5000万円到達は、かつてチームのエースとして活躍した松坂大輔に並ぶハイペース。規定に乗れた。中継ぎより絶対貢献したと思う、と昨季最優秀中継ぎ投手に輝くなどリリーフで築き、今季は先発ローテーションの柱として実績を上積みした。貢献してる。これに中継ぎやらせてたら人権問題だよ。有言実行したの偉いわ。こいつめちゃくちゃ順調なキャリアを歩んでるよな。もう頭の中で引退までの将来設計完成してそう。中継ぎ時代は160キロ投げてたけど、先発では何キロ出せたんやろ。先発モードやと平均152、最速156くらいな感じ。今年はかなり抑えて投げてる。ゲームを作ることを主眼に置いてたから。和製バウアーすごいな。99年組では村上の次、清宮世代、野手、清宮、安田、村上、野口、中村翔成、鵜飼、投手、平、隅田、大勢、湯浅、清水、北山、桐敷、赤星、村上、平以外はなんか微妙やな。大勢と湯浅が WBC で燃え尽きたからな。